鋭い打球が増えてきたレイノルズ選手。沖縄初日の実戦打撃ではセンターオーバーのツーベースも飛び出したよ。全方向に強い打球を打てる広角打者じゃな。センターよりややライト寄りの強い打球。対戦した内間選手も見逃すのかと思ったらもうバットを振っていたと。スイングの速さに驚いている様子だったよ。自身の魅力について問われたレイノルズ選手は、自分の魅力は全方向に打ち分ける器用さ。とにかくバッティングも守備も 100% でやっていくので、野球に対するひたむきさをカープファンには見てほしいと話していたよ。今の課題は日本人投手のタイミングに合わせることとしつつも、しっかりと適応してきているレイノルズ選手。もう一段階ギアの上がった投手たちとの対戦でどんなバッティングを見せてくれるのか楽しみだね。守備での貢献も期待しておるじゃい。ということで、レイノルズ選手のお話でした。